チャーマリオプレイしていこう。金額を渡して。へえ、最近のキノコって歩くんだ。なわけないでしょ、男と一緒じゃん。お兄ちゃんちょっと黙ってて。これ何、歩いてるけど撮っていいの？まあとりあえず近づいてみるかって。あっ、ぜあいつ蹴ってきたぞ。やっちまうか。お兄ちゃんダメだって、ここは友達感覚で行かないと。へいへい、友達友達、俺たちニコイチ、へい。もうお前を友達とは呼ばねえ。弟？もうお前は食べる食べる食べてやるんだ。うおおおお。何これ。やっとステージを進めた。じゃあ次は何が出てくるんだ。え、何これ。そんなことするんだ。そんな君には同じ苦しみを味合わせてやらないとね。さあちゃんとこ、わー、よし次はちゃんと避けてみよう。やっはっは、よし、さあ次は何してくるんだ。何？なんか急に出てきたけど、どうしたらいいの？いや、知るか。まあ、とりあえず、相手はクリボーだし、危険はないんじゃない？あ、やりましょうか。よーし、遊んでやるぞなんか、すまん。待ってるもんか。そこから、マリオ、過去弟とクリボーの奇妙な争いが始まった。ある時は踏みつぶされたり、かくれんぼをしたり、サッカーをしたり、釣りもされたりした。お兄ちゃん、放射コード守って。しかし、クッパを倒すことを目標とするマリオ各弟は決して諦めなかった。そして、その時は訪れた。別れの言葉、なしか。フルスピードで走るのが僕の人生なんだ。なんかつい読み上げちゃったけどさ、何これ。登録してね。